とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。しゅうちゃんです。僕たちの遊びバー、今回は 2.5 次元サイバー、はい、台湾だから今日は。そうですね。どうしかどうしか、 どうしか今日ちょっとやっぱ緊張してる。絶対しゅうやくのこと好きじゃん。絶対意識してますよね。どっちからいけます。しゅうやくゲストがこう誰かを訴えることがあるの。ないけどな、多分。いやもう僕怒ってます。あら、あ、僕は怒ってます。私は今回けんすけくんを訴えます。安定ですね。これじゃなくてイベント乗っ取り事件。あれあれあれ、なんか聞いたことある。あれあれ、びっくりしたんです。動画前回のやつと見させていただいたんですけれども、僕と同じことを思ってるやつがいた。あー、ゆうせいくんが言ってましたね。田中亮生が訴えます。イベント強奪事件。僕のバースデーイベントがありまして、ケイスケが来てくれたんですよ。うん、他のプリンをね、買ってきてくれたんですよ。あげるって言われて、お、マジでありがとうって言うじゃないですか。そしたら、食べて食べて、今食べて、協力して。そこからおかしくなりました。俺が食べた時に、もうケンスケはこんなんですよ。我こそは覇者なるって感じで、うわーイベント回し出したんですよ。それでもう被害被ったと。びっくりですよ。なんかありました？ありました。私のバスデーイベントに来ていただきました。でゲストで来てくれました。最初大体、あ、おめでとうございますから始まるじゃないですか。まあまあ、大体な。この子は自分の出演の舞台のチラシをお客さんに配り始めました。やばっ。うわやってんな。そうです。なるほど。同じやで、貼ってるのと配ってるの同じことだから。別にでもここはもうなんか番組で成り立ってるやん。バスデーイベントは僕王様じゃない。そうね、はいはい、僕王様の中、別の国の王子がこう、いや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 、平民として頑張りましたよ僕は。すいませんね、本当に。いやいやいやってましたよ僕は。そんなことない。これはもう常習犯なんですよ。手癖の悪さが出てる。少しでも人のファンを乗っ取ろうっていうね。いやでもやっぱりさ、呼ばれてね、お祝いの気持ちもありますけれども、うんうん、自分が呼ばれたからにはっていうのはあるじゃないですか。しゅんやくんのファンが集まってますから、一番は揺るがないですよ。で大体しゅんやくんのファンだと2番目に北園涼くんとか、うん、こう佐伯大地くんとかいるんですけど、うん、そこに僕も入れたいなと思って、はい、やった。2、3番手にね、年月つないだな、うん、関係性の中に。いや時間をかけてこう一緒にやっていくって大事だけど、瞬発力、その場の一瞬のかっさらいも大事だなと思って。こすいな本当に。シンプルにお願いします。今年も誕生日終わりました。2月ですね。じゃあ2月に Twitter、はい、LINE、インスタの裏垢のストーリーにしゅんやくんのおめでとうメッセージを載せる。お願いします。よろしくお願いします。インスタのストーリー、地元の友達しか僕ら、あと誰が見るんそれ。あと僕ら、僕証拠はね見れるので。オッケーオッケー、はい、でも俺だけじゃないでしょ。まだ僕怒ってます。あら、取り込め。これはユウキを訴えるんだね。しゅんやくんもこんなにするぐらいから相当怒ってますよ。 2.5 俳優が主語だと思われてる。あら、あ、これは迷惑ですよ。いや迷惑、非常に迷惑なんでしょう。いや僕某舞台に出させていただいた時に、はいはい、先輩で初めましてみたいな挨拶させていただいた時に、あの、お役 2.5 らしいよねみたいに言われて、あ、2.5 やらせていただいておりますって言ったら、あ、じゃああのおさ僕あんまり弱いので勘弁してもらっていいですかみたいな。もうピンときましたもん僕その時。トリゴエさんって。でもそこはな、その人に聞いてみな分からんから。絶対彼です。いやいや違いますよ。周りもね、いるから。俺だけじゃね、まあ、でも筆頭よ。筆頭です。だから鳥さんの飲み会は帰れないっていうのはやっぱ僕は。あ、そうなんだ。そうそうそう。でも僕も結構トリッピーに育てられた感はあるんですよ、ね。うん、そうやろ、育てなあかんのよ。俺と育みは決めてるもんね。鳥越さんと3時間は行かないって決めてるもん。僕と P だけ。そうそうそう。そもそも刀剣では僕初期メンバーじゃないですか、まあね、で次幕末メンバー来たじゃないですか、はいはい、奴らはやべえぞっていう噂がすごかったんですよ。そうなんだ。まあ俺らはね、素行が悪い感じ出ちゃってたのよ。そうなんですね。よくないじゃん。俺たちは後から入ったメンバーなんだけど、はい、年齢的にはしゅんや君とかの下だから。そうですね。バチバチよ。そうなんですか。俺のイベント乗っ取りなんか非じゃない。あもう役者、芝居、演技全部乗っ取っていくぞこりゃって感じだったもん。やっぱそんぐらいの勢いでいかんと、人に舐められるの大嫌いから、年下であろうがこうやってこう言って酒乾杯して、でもその時のしゅんや俺忘れもしない。あ、それは後で言おうかな。あ、怖い怖い怖い。あ、やめてよ。まあでもこれは楽しいんですけどね。これはこれはもう可愛いもんなんで、可愛い。世がもろもろ落ち着いたら、はい、しゅんや君を含めみんなで楽しい飲み会が。確かにね。よろしくお願いします。2次会までね。3次会なし。3次会までね。反撃編があればぜひ。もうそれはもうありますよ。なんでそんなに。僕からまずいいですか。どうぞどうぞ。なんでしょう。結局上辺だけ事件。あら、ちょっと待って、なんでどういうこと。それこそ本当にバースデーイベントとか動画とかやらせてもらってて、はい、俺結構仲いいなと思って。仲いいですよ。そうで、証拠があるんですよ。証拠、ちょっと
なになになに証拠証拠こう、しゅんやくんとどんだけ仲良かったかなって LINE を見返してみたの。なんだろう、2019年12月11日あ、じゃあ10分後ロビーでも平気で、一緒にご飯行こうみたいな。あ、なるほど、うんうん、なんかいいじゃん、なんかいいじゃん。で、了解です。その次、2020年11月11日お知らせです、うん、今年デビューします、ぜひ聞いてください。1年ぶりの LINE が告知、あ、仕事、しかも明らかにコピペ、あ、違う違う違う、みんなに送ってるやつ。せめて、せめてさ、健介が曲とかあんま聞かないかもだけど、うん、みたいなコピペ、健介コピペ来ました、あれ来ましたか、あれあれあれ、いや、実は来ましたか。いや、でも聞いてください、コピペ分あるよね、あのコピペ分の下にもう一個、ほら、お、何、お久しぶりです、よければ聞いてやってください、コピペ。本当にそれ前のコピペ、あれなんですよ、弁解させていただくと、仲いいメンバーじゃないですか。そう、だから、まあ、大丈夫かなと思って、もっとなんか言い訳あんのかなと思ったら、まんまやったな。まあまあこういう仕事したらありますよ、宣伝で友達を使ったとか、はいはい、使ったっていう言い方よく、使ってない、使ってない、あいつが一番悪い、言い方一番悪い、言い方です。 LINE1 年ぶりだったので、はい、今日から3日連続個人 LINE で、はい、おはようとお休みを3日連続地獄だ、気持ち悪い、気持ち悪い、気持ち悪い、マジでこっちの責任やんな、なんで俺もしなあかん、いや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 、それはまあ僕が全てなんで、はい、罪重くするぞ、おい、やめろよ、タッチャンジローみたいな服着て最悪のこと言うな。おはよう、ハロー、おはようございます。チュ、お疲れ様です。今日も一日お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。今日は寒いです。おやすみなさいませ。で、おやすみなさい。そして、おはようございます。おはようございます。本日が最後ですね。ペコリ、承知、即購入優しい。僕、ケンスケ、かわいい。おやすみな、おやすみする。お疲れ様。おはようございます。で、おはようございます。あれ？なんで4日目以降もやってるの？ちょっと言われたら、そうですね、事件名やだ、結局、上辺だけ、やばい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 、マジで待って、そういうキャラになっちゃう、やっぱ先ほども言ってましたけど、ちょっとメンツとうちらチームの飲みをね、交わさせてもらったわけですよ、はい、仲いいですよ、チュンヤも多分、なんか距離感あったよね、最初の方は年も上やし、関西人やし、うん、でもちょっと酔い出したら、すごく近い、距離が近くなってきて、おいいです、仲いいです、スナックかばりの近さに来たわけよ。それこそ俺は酔ってたし、もう女性やと思ってたもう肩なんか抱きながら、お前やつやなぁ言うて、やばいやん、で、ついね、二次会行こうか言うて、わぁ言うて、うわぁ探したら、あれ、しゅんやは、あれ、あれ、あれっつったら、え、しゅんや帰ったよ、あれ、上辺だけですよ、これは、いや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 、勝手に振られたみたいな感じで、多分チューしてました、あれ、嘘でしょ、してないよ、してない、以前50年間のキスマーは、いきなり来てます、そうなんですか、あら、はい、言い訳ありますか、言い訳ない、僕、覚えてないんですよね、あ、やばい、これが、次の日、いろんな人から LINE 来て、なんで帰ったみたいな、まあまあ、みんなしゅんやにやられてたんや、そう、みんなで、あれ、しゅんやは、しゅんやはみたいな感じで探すって、ハート奪われてる、いや、でもだって、ほら、それだけ気を許せたっていうか、もう決まってるみたいな感じじゃないですか。ちょっと追加の罪もあるんですけど、いやだいやだいやだ、でも今ので重いじゃん、これもうみんな誤解しないでほしいんだけど、しゅんやくんちゃんとゴリゴリ男っす、それはね、みんなに伝えたい、どういうところが、かっこいい、ちゃんと男、かっこいいところある、出せよ、いや、あや、あやるぞ、ない、出せよ、何ちゃんと女の子多分好き、あ、そうなの、そこがちょっと徹底してほしかったなと思って、どういうこと、ジェンダーレスならジェンダーレスで、こうお前ほんまぶち殺すぞ、お前、せっかくこっちがお前話積み立ててやってたら、高橋さん、この流れで高橋さんから始めるのやめて、尺も奪った、うん、最初トークも広がらない、うん、何この空気、鳥越さんちょっと罰与えてくださいよ、おお、はい、わかりました、じゃあツイッターにあの動画で一発芸をメドレー、追撃の話の下りから全部なしにしてくれ、ほんとに、じゃあモノマネ3連発メドレーでいきたいと思います。あなたトトロっていうのね、私はおめえ、はちみつどこかな、パドメ様、パドメ様